日本が誇る技術の結晶、電子顕微鏡。その観察に不可欠な資料ホルダーの開発で注目を集める企業があります。電子っていう一番小さい波長のものを使って見ようとするのが電子顕微鏡なんですけども、その電子顕微鏡の中でさまざまな実験を行うために作っているものが資料ホルダー。福岡県福岡市にある株式会社メルビル、電子顕微鏡の応用研究に欠かせない製品を製作しています。平成18年、九州大学の畑教授から依頼を受け、ある画期的な製品を開発します。電子顕微鏡っていうのは平面の像しか見れなかったものを、で実用的に 3D 構築ができるような製品を開発しました。10億分の1メートルの世界、その 3D 構造の取得を可能にした資料ホルダーがなぜ重要なのか。研究者はいろんな負荷をかけてみたい、例えば加熱したり冷却したり、あと引っ張ったりで、そのような作業をするのはその資料ホルダーを用いてからじゃないと行えない。研究者さんがやりたい研究をするためには資料ホルダーっていうのは欠かせない。そこで今世界の熱い注目を集めているのがリチウムイオン電池の観察に使うホルダーです。この会社では世界で初めて実用化に成功しました。リチウムイオン電池って電子線に弱い材料で知られていて、電子ビームが当たった瞬間に破壊されてしまうので見れなかったんです。そのリチウムイオン電池の構造っていうのが、冷却で冷やすことで今まで見えなかった構造とかを解析ができるようになります。ノーベル賞取ったんで、国がリチウムイオン電池にやっぱ力入れている、研究の活性化っていうのはかなり進んでいるかなと。世界市場が相手、行く先には産業の未来が待っています。今後自動車とかは絶対自動運転化っていうのは、それに絶対必要なのはやっぱ電池、その電池の長寿命化軽量化必要とされているので、今我々がアドバンテージ持っているこのタイミングで、少なくともそこは世界を取ろうというふうなモチベーションでやってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。